お疲れ様です。私もね、Google マップに様々な投稿をさせていただいて、もう8年になるんだなと思いましたね。逆に言うと、まだ8年かっていう気もしますね。いわゆるインターネットのビジネスの世界に入りまして、私10年は過ぎるんですけども、すぐにこの Google マップの可能性に気づいてね、投稿を始めたはずなんですよ。まあでも、すぐにという私の感覚とは裏腹に、実際に記録としてはまだ8年ということなんですね。で、8年の間、Google マップに様々な投稿をしてきましたけども、それによってアクセスをかなり稼ぐことができたわけですよね。8周年を Google にお祝いしていただいたということで、私の場合はね、このローカルガイドっていうんですけども、Google マップの投稿に貢献した人が、10のランクで位置づけられるわけですよね。私は上から2番目の Google のローカルガイド9ということになりまして、Google の本社にね、何度か招かれているんですよ。もちろんこれ Google の費用持ちでね。で、この8年間、1万74件の投稿をしました。ということは年間で1000件以上の投稿ってことなんですかね。結構してきましたね。1日に3件以上ってことですからね。それから閲覧数ってのがこれ桁いくつ？ 1億回ですかね。4億5426万。違いますね。すみません。4542万6829回ですか。1億回にはまだ半分ってことですか。そして、その割には、写真へのリアクションというのがね、1197件ぐらいしかいただいてないと。いろいろありましたけども、ポイントとしては74250をいただいて、あと5000ポイントぐらいで、ローカルガイド10のね、もう最高値に行くのかなというところですよね。はい、じゃあ参考になりましたと。押しておきましょう。はい、フィードバックをお送りしましたと。こんな感じですよね。Google マップ、これからも活用していこうと思います。よろしくお願いします。9年目、10年目に向かっていきますよ。